皆さんこんにちは。今日はうさぎのリースを作ります。材料は細長いバルーン、リースの色が2本、うさぎの色が1本、リボンの色が1本。目のシールを使う場合は2センチの白、1.5 センチの黒、0.5 センチの白、各2枚ずつ。道具はバルーン専用ポンプ、ハサミ、マジックです。さあ、それでは作っていきましょう。まずうさぎさんを作ります。今日はピンクのバルーンを使っています。だいたい40センチくらい膨らませます。風船を柔らかくしてだいたい8センチくらいでひねります。折って大きさを揃えてひねります。口巻きも一緒にひねって、風船と風船の間に挟みます。少し柔らかくして3、4センチの玉を作ります。また柔らかくして8センチくらいで折ります。折った先をひねって引っ張りながらひねります。はい、耳と顔ができました。顔の中に耳を入れます。輪を広げて耳を押し込む形になります。反対側から耳を引っ張り出したら、うさぎさんの顔の形が完成です。続けてリースを作ります。今回緑色のバルーンを使っています。2本とも15センチから20センチ残して空気を入れます。2本のバルーンを柔らかくして3センチから4センチの玉を作ります。2本目も同じく玉を作ります。玉と玉を合わせてくるくるします。バルーンの間に玉を一つくぐらせます。バルーンを柔らかくして2本合わせてねじっていきます。この時足の間に挟んで固定するとねじりやすくなります。端までねじったらひねって玉を作ります。端と端を合わせて輪を作ります。玉のところをひねります。リースの形ができました。玉の形を整えます。3、4センチの玉にしてバルーンの先を切ります。縛ります。もう一つも同じように3、4センチの玉にしてバルーンの先を切ります。縛ります。玉の形が整いました。バルーンの余りを切り落とします。はい、リースの形ができました。うさぎさんを取り付けます。うさぎさんのバルーンの余りを切ります。空気を抜いて縛ります。うさぎさんの顔完成です。それではいよいようさぎさんをリースに取り付けます。うさぎさんについている
バルーンの紐をリースの玉の部分に絡めます。リースの輪の中にウサギさんの顔をはめ込みます。はい、はまりました。目のシールを貼ります。もちろんこの目はマジックで描いても OK です。はい、鼻をマジックで描きます。はい、それではリボンを作ります。15センチくらい残して空気を入れます。バルーンを柔らかくしてリースの大きさに合わせて作ります。8センチくらいでひねりました。折ってひねって引っ張りながらひねり合わせます。同じぐらいの長さで折ってひねって引っ張りながらひねります。はい、4センチぐらいの玉を作って引っ張りながらつぶしひねりにします。はい、リボンの形ができました。はい、バルーンの先が余ってますので切って縛ります。はい、リボンができました。はい、リースにリボンを取り付けます。リースで余ったバルーンの紐をリボンの玉に挟んで後ろから出します。はい、この紐を使ってリースの玉の部分に絡めます。形を整えます。リボンの大きさや色は好みがありますので調整してください。リースで余ったもう一本の紐、こちらを裏側の玉に引っ掛けます。この輪の部分を使って壁に飾ることができます。クリスマスやお正月にぴったりのうさぎさんのリースをご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。